はい、どうもこんにちは。2019年の1月の15日、11時11分です。通常枠ふわっちでやってます。よろしくお願いします。今日も走ります。2019年の6月23日に新競馬ファーストリングで捨て頃っていうイベントがあります。格闘技のイベントです。第1試合ボクシングの試合で出るんで、もし興味のある人は捨て頃のチケット買ってください。おはよう。
飯何食べよっかな、腹減った。何食べようか今日。富士そばうまいんだよね。
ゆうたんさんはどつ。ゆうたんいらっしゃい。調子どう？いい感じ。どうだろう。今日寒。雨降んないよな。大丈夫だよな。めっちゃ寒いわ今日。今日火曜日だっけ？火曜日か。寒いな今日。今日ロードワーク9日目です。今日も5キロ走ります。ゆうたんさん、さっきの LINE 突面白かった。わらわらわら。6年見てるってね。昔好きだったけど今嫌いだわって言われたわ。アンチになっちゃった。マチルダさん、新宿区8から9度降水確率 10% はどつ。寒い、今日寒い。マチルダいらっしゃい。今日寒いよ。降水確率ちょっと曇りだもん。ドヨーンとしてるからこれ降りそうだね。早めにパッと終わらせてパッと帰ろ。ゆうたんさん、6年見てたらガチなファン大好きちゃんだよね。いや多分ね、本当に6年見てるっぽかったね。マチルダさん、ガンツみたいなコスチュームですね。ユニクロのジャージだよ。ユニクロのジャージ、もう何年着てるか、7年ぐらい着てるんだけど、糸とかボロボロ出てる、この辺とか。今日はじゃあ20分から走り始めます。昨日のタイムが、30分30秒かな。だいぶ早くなってきましたね。昨日のタイム30分30秒。20分から走り始めます。もしよかったら誰かタイムキーパーやってください。1分経過、2分経過って1分ごとにカウントしていってほしい。20分から走り始めます。誰か暇な人タイムキーパーお願いします。今準備運動中。ジャージ新しいの欲しいな。っていうかなんか羽織るのが欲しい。寒すぎる。ウィンドブレーカーっていうのかな。風邪ひいちゃうよ。麦ちゃんさん、もう20分超えてるわ。20分から走り始めんだよ麦ちゃん。麦ちゃんさん、8分オーバー。8分オーバー。
どういうこと？あと2分。寒いな。今日風少しあるな。風ある日タイム遅くなるんだよね。麦ちゃんさん、ただいま11時29分です。違う、放送時間の20分から走り始めるってことね。今18分45秒でしょ。だからこれ、この時間計測ね。そういうことか。違う、あの放送の開始時間10分経過とか、そういうこと。20分から走り始めるっていうのは放送の時間、スタート。まだ19分だから、まだ20分から走り始める。ゆうたんさん、あと1分。あと1分さ。ゆうたんね、閲覧も伸びてアイテムも伸びて、今いい感じだね。配信200ぐらいまでいきそうだけどな、閲覧。麦ちゃんさん、10km 頑張ろうね。5キロだって。5キロ、10キロって走れないよ。5キロで精一杯だよ。ゆうたんさん、はいと同じの音符。頑張りましょう、今日も。あと10秒。もう筋肉痛にならなくなってきたから、あとは肺活量だけだね。スタート。中西ガールさん、風船を2個プレゼントしました。
てるね。メトロ地下鉄街サンブラクークス。
ハーフポイントです。
ンチチさん絶対に勝ってよね。32分です。お疲れ様でした。それありがとう。はい、でもありがとう。マチルダさんハートを2個プレゼントしました。
マチルダさん映画見てるみたい。なんで？何食べようかな。腹減った。なんか飯食い行こう。お腹すいたわ。
つぅ。
あー、源ちゃんが作ってくれたの。マジ久しぶり。ゲンちゃんっていうピアノやってる配信者、ピアノマン。腹減ったし眠いし、はあ、疲れた。疲れた。パワーある。なんかなんだろう、シャン、なんて言うんだろうね、ああいうジャンル。声がかっこいい。ゲンちゃんジャズなのかな、なんて言うんだろう。ゲンちゃんすげえいい人だよ。5キロ、今日はね、何分だったっけ、今日32分だったかな、タイムは32分だっけな、多分32分だと思う。今日疲れた。出たい、ペコ。いいよ、遊ぼう。減ったけど眠くなっちゃったな。何食べようかな。エネルギーを使い果たしてしまった。
ダメ。
だろうか。ペコの番ね。ペコ甘いもんじゃないもんね。全然甘いね。ペコ、ペコ、おいで、ペコ、帰る？帰るの、はいはい、じゃあね。ちょっと俺眠気やばいから一旦仮眠取るわ。なんか疲れた。ありがとね。おやすみ。